ウトドア&フィッシングプレゼンテッドバイ富士工業。おはようございます。アウトドア&フィッシングパーソナリティ、世界を釣ろう代表の工藤英二です。今日は釣りフィッシング関係ということで、ゲストをお招きしています。本日は今年1月パシフィコ横浜で開催されたジャパンフィッシングショー2019最終日のアングラーズアイドル2019最終審査会にて選出されました10代目アングラーズアイドル松尾千佳子さんをお迎えします。松尾さんは釣り業界のオフィシャルイメージガールであるアングラーズアイドルとして、釣り人のみならず現在釣りに興味がない方々にも釣りの楽しさを知ってもらうために、この1年間さまざまなメディアやイベントに出演することで釣りの魅力を広く世の中に発信する活動をされています。今日はそんな松尾さんのですね、釣りとの出会い、あるいはなぜ釣りにハマったのか、そしてアングラーズアイドルにどうして応募しようと思ったのか、じっくりとお聞きしたいと思います。お楽しみに。アウトドア&フィッシング、この番組は釣り人の夢を形に富士工業がお送りします。アウトドア&フィッシング。改めまして工藤英二です。本日のゲストをご紹介します。10代目アングラーズアイドル松尾千佳子さんです。おはようございます。おはようございます。アウトドア&フィッシングですね、今年最後ということで、はい、ゲストに来ていただきまして、アングラーズアイドルっていうのはどんなものかっていうのはちょっと冒頭のオープニングで、簡単には解説したんですけど、まずですね、せっかくなんで、釣りとのそもそもの出会いみたいなところから、はい、松尾千佳子の、人生に迫りたいと思っておりますので、当然今年、もうほぼ1年経ってますけど、今年の1月っていうこと で、 でその前に、当然その、はい、釣りとかそういうアウトドアというか、はい、出会いがいろいろあったと思うんですけど、うん、その辺の、若いんでそんな長い人生じゃないと思いますけどあっという間に終わっちゃうかもしれない、どんな釣りとの出会いを経験してその、アングラーズアイドルになったのかっていうことで、はい、その釣りの出会いからちょっと、お話聞こうかなと思ってるんですけど、はい、どんな感じの。そうですね、まず、釣りとの出会いは、私の高校の友人がものすごい釣りをしてる子がいて、でその子がある日そのインスタ、インスタグラムあるじゃないですか、そこに丘、岸から、1メーターオーバーのブリを釣ったっていう、すごくないですかそれはやっぱ九州のどこかの、そうですね、大分の、瀬渡し船って言って、その沖の堤防に渡してもらって、そこからブリを釣った。堤防でも沖の堤防なんだ。そうなんですよ。そうですね、はい、そっちの方がやっぱりこういろいろ魚とかが入ってきてるので、結構釣れる確率は高くなってるらしくって、でその写真を見て、すごいってまず思うじゃないですか思いますよねもうそれで私もそこで、あ、釣りやりたいって思って、そもそもまず死ぬまでにやりたいことの一つに釣りがあったんですよ。またずいぶん大げさな話になってきましたけど釣り以外も聞いてみたいですよ ね、 ちょっとね、はい、釣りがあって、はい、それで、あ、死ぬまでにやりたいこと、死ぬまでにやりたいこと、釣りと、あとバラがいっぱい入ったお風呂に入るなんかすぐできそうな気がしました、はい、はい、それと結構安かったですかいやいや、高いバラをね、いっぱい広げるのは結構ね、ちょっとね、はい、あとキッチンがめちゃくちゃ広いお家を建てる。あ、ここはハードル高そうですね、はい、現実的な、で、思った以上に今パッと考えると、今本当釣りのことしか考えてないんで、意外と思い浮かばないなって思って、はい、じゃあちょっと元に戻って、はい、人生で一度やってみたいことの一つが釣りだったと。そうだったんですよ、はいはい、それで、その友達に
ちょっと私も行きたいってことで連れてってもらって、うんうん、そこの堤防で最初、うん、まあ、初心者ってことを友達も分かってたから、はいはい、あのアジのサビキ釣りを、うん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 、教えてくれてそれをしたんですよ、うん、じゃあその時にたまたますごいアジが回遊してきてて、はいはい、で本当朝からちょっと昼まで午前中だけやって、はい、50匹以上釣れたんですよ、初めてだったのに、ね、はい、はあ、それはまあハマりますよね。ハマりました、アジのクンクンクンって引きで、うんうんうん、結構いい方だったらその日20センチ超えくらいのが釣れたので、そこでちょっと釣りにはまってしまい、で私もその、 インスタでそういった釣りの投稿をこう調べてたら、うん、あのタイラバをしてる女の子の写真があって、うん、あ、マダイすごい好きだし釣ってみたいと思ったんですよ、うんうん、それで初めて買ったのがタイラバのタックル、うん、あ、そこが若いですよね僕なんてタイラバが流行ってるってこれあの釣りしない方は分かんないと思うんですけど、まあ、最近特に瀬戸内海とかを中心に、はい、あのまあ、タイをまあ釣る釣り方として結構ブームになって、うん、あの結構メーカーさんも そこに力を入れたりしてるんですけど、タイラバから入ってくるっていうのはやっぱり若いなっていう感じですよね、はい、もう一つがエギングでした。エギングね、はいはい、若いですね若いですよね。エギングは、まあ、イカですね、イカを釣る、あのエギって言われる、そうです、ね、エビみたいな、あのもともとあの、まあ、日本の古来の、まあ、伝統的な、まあ、ルアーみたいなものですよね、まあ、はい、その疑似餌でエビの形をしてそこにまあこう針がついてて、でそれを、まあ、あのイカをするためにあのそれでするのを、まあ、ちょっとおしゃれにエギングと、はい、ここ近年では呼ばれてる釣りですけどじゃあタイラバからエギングと、はい、うん、それで船に乗って、ええ、初めてあのアジとはまた違うタイのあの三段引きって言われるじゃないですか。あ、そうです、これあんまり詳しくないんですよ、もう教えてくださいって言われますけどね、はいはい、だんだん専門的になってきましたけどまあ結構さまざま経験してったわけですよね。そうですね、そのタイの引きにもう魅了されてしまって、ええ、もうそれからもうタイラバ三昧で、タイラバ三昧、はいはい、たまにタイラバ侍みたいないや、ちょっと一本取られましたね親父ギャグにかまされるとは思わなかったんですけど、なんか確かにあのプロフィールをね事前にちょっといただいてて、まあ、あの結構タイラバジギング、はい、ジギング落とし込みで、まあ、さまざまな、でそんなにでもあの経験としては長くないんですっていうことなんですけど、あ、そうなんですよ、あのもうここ数年の話なんですか。そうですね、まだ釣り歴は2年くらいなんですけど、うん、そんなもんなんですか。でもその間に随分いろんなめちゃくちゃ釣りました。はい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 、もう夏だったらひどい時は週にひどい時、はい、もう9回くらい釣りやってて、週に9回とか週にって計算はないじゃないですかないんですよ。それ午前と午後違う釣りしてたりするってことですか。あ、そうなんです。はあ、あの午前に行って午後に行くのもありますし、1日船に乗ってその後九州 あの夏、うん、いろんな、まあ、日本各地できると思うんですけど、はいはい、イカメタル、はい、夜にイカを釣るやり方があって、あ、そういう釣りがあるんですか。はい、はいはい、それで日が暮れたら休めよって言いたいですけど、まあ、夜釣りはねありますからね、朝昼晩も24時間釣りして、うん、もう調光回数はめちゃくちゃいってると思います。わずか2年ちょっとなんだけどめちゃくちゃ濃かったってことですね。はいそういうまあ2年ぐらいがあって、その、まあ、今年の頭1月ですからアングラーズアイドル、はい、ってことはその前去年に応募されてるわけですよね、はい、あ、そうですね、はいはい、でこのなんだろうな、僕があのそういう釣りを親しまれてですね、はい、そのここに応募しようっていうふうに思ったのも自ら、うん、あ、そうですね、一応、あの事務所には入ってるんですけど、なんか自分でこう釣り あの業界で活躍されてる女性をこう、うん、やっぱこう SNS で見てて、はいはい、その中で先輩のアングラーズアイドルの藤木かなさんっていう方がいらっしゃってて、うんうん、そのかなさんのこう SNS を見たら、あのカジキを釣られてたんですよね。お、かっこいいって思って女性でカジキですよ夢は膨らむ一方ですよね。そうなんですよ、それで、あ、私も
こういう活動をしたら、うん、もっとその釣りの面白さとか、うん、周りにあまり女性で釣りをする人がいなかったんですよ、うんうんうん、だからもっと広めて、うん、あわよくば友達が欲しいみたいなことを思って あれですかあのさっきその九州のね、はい、やっぱりそのまあ、非常にこう魚がたくさんいる環境の羨ましさみたいな思ったんですけど、はいはい、九州でもやっぱりその周りに釣りをしてる女性の友達は少ないんですか？そうですね、うん、少しずつ例えば地元の友達を連れて行ったりとかはしてるんですけど、うん、なかなかこうなんていうんですかねコンタクトがどうやって取ったらいいのかとかもわからなかったのでまだその時も釣り歴がまだ1年もないとかそれくらいだったんですよ、はいはい、なのでこう今になって深くこう釣りに関わっていくと、うん、いろんな船に乗ってその時の出会いで知り合いになって今度釣り行きましょうとかってのはあるんですけ ど、はいはい、その時はなかったんですね。でもそう考えると最初その友達がそのこういうふうに1メートルブリ釣ったんだよっていうふうに見せられて連れてってくれたっていうのは貴重な経験でしたよね、スタートとしてはね。そうですね、うん、なのでもっと自分がどんどんそうやって初心者の方を連れて行ったりとかして、うん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 、どんどんそれがつながっていくといいなってのは思って業界背負ってる感じですよあそうですもんね、アングラーズアイドルですもんね。そうですね、釣り業界 あのイメージガールですから、はい、なる前からなんか背負ってたかもしれない。約1年でこう成長されたんでしょうね。そうそれで、まあ、そのアングラーズアイドルに応募しようと思ったっていうところ、まあ、自分で今そのあのなんだろうな、こんなに面白い釣りだから、はい、より多くの人にって思いもあってじゃあその代表になってやろうっていう、まあ、ある種の志と、はい、あと何でしょうその、経歴をプロフィールをあの読まさせていただいて、はい、もう二十歳ぐらいからなんかモデルファッションショーに出演したことをきっかけにモデル業本格化っていうふうに書いてあるんですけど、はい、やっぱりモデルっていうのも、まあ、多分釣りを始めるよりも先にあるわけですよね。あ、そうですね。で釣りにはまって釣りかけるモデルみたいなそういうこうなんていうかこう道が見えたというか、はい、まあね、なったから言えるかもしれないけどそのやってたモデルとその自分の好きな釣りっていうのを掛け合わせる仕事みたいなもんじゃないですか、ある意味。そうですね、うん、やっぱりこう業界のまさに、まあ、先ほど背負ってるっておっしゃったんですけど、やっぱイメージガールとして立ってるので、うん、やっぱこうよく見せたりだったりとか、うん、何かしらこう取材とか行くときって必ずやっぱり写真を撮られるじゃないですか、はいはい、カメラの角度とか結構気にしたりとか、はいはい、やっぱそういう部分はなんかモデルやっててよかったなってのはありました。 そこは素人じゃないなというとこですよね。はい、なんだろうな、まあ、ちょっと松尾さんのインスタとかまだあんまりたくさん見てないんですけど、はい、多分モデル経験されてると単純にこうどうしてもね写真に慣れてない方って、うん、カメラ目線とかカメラに正面に向きたくなっちゃうところあるので、だいたい写真が一緒になってしまうという傾向あるんですけど、多分モデル経験されてるとこうちょっとこういう角度の方が面白い写真になるとか、はい、こういう方がかっこよくなるなとかって、その辺のなんていうか意識というか、うん、なんか身についてるのもあるかなと。そうですね、うん、私服のなんか写真とか撮るときは、うん、もうがっつり前とかは向かないですね。ですよね、はい、ただ超過写真になるとがっつり見てます、うん、そこですか。はい、それね、もうちょっとさりげなくしてほしいなっていう。さりげなく目線外すとかですかね。どうもね、これ釣り人の佐賀でね、やっぱりこう釣った魚をこうなんとなくこう見せたいっていうんで、どうやったら大きく取れるかという工夫されてる方もいますからね。はい、魚の持ち方だけは誰にも負けないです、うん、そこね、これね、僕ね、いろんな方に教わったんですけど、最近も意識しなくなったんですけど、はい、なんだろうな、こうあまりにも魚が好きだから、うん、こう抱きしめたくなっちゃうみたいに寄せて取るとすごく魚が小さくなっちゃうんですよ。ここのね、持った魚を自分の胸から30センチ前に出しただけでも、そのこう人との比較でですね、構図的に魚が若干こう大きく見えたりするもんなんですよね。だからこれがね、不思議なんですけど、まあ
どうでもいいと思ってる人はたくさんいると思うので、うん、どうでもいい方はどうでもいいということでいいと思うんですけどね。ちなみに私のインスタグラムを見ていただくと分かるんですけど、まさにこれとかもおっしゃったように、それね、あのね、嘘ですよねこれね。松尾さんの顔のね、3倍ぐらいの、大きい体です。ただこれ5倍かな。75センチあるんです。じゃあ、穴がち嘘じゃないですね。穴がち嘘ではないかもです、でも大きく見えます。そうそうそう、だって松尾さんの顔よりタイの顔の方が倍ぐらい大きいですよ。どんだけ大きいタイだっていうことですけどね。はい、はい、こういう工夫をされてるわけですね、はい、持つときは、フィッシュグリップで口を掴んで、うん、左手は親指で持つ、もうなんていうんですかね、手のひらでガシッと持つんじゃなくて、後ろを支えるだけみたいなイメージで持つと、ものすごく綺麗に映るんですよ。そうすると魚の こう体全体と、これだと若干曲がってますけど、尾びれとかもちゃんと映ってますもんね。はい、あれガシッと握っちゃうとね、ヒレが隠れたりとかって、はい、かなりマニアックな話に入ってきちゃったんですけど、皆さんこれご理解いただいてるでしょうか。まあいっかということなんですけど、はい、はい、まあ、せっかくなんでね、ちょっと釣りばっかり今話してきたんですけど、はい、結構趣味が広いというのを、プロフィールを見て思ったんですけど、なんかこれすごいですよね、ベストボディジャパン2016福岡大会グランプリって。体自慢する大会ですか、これ。あ、そうなんです。なんか筋トレとかされて鍛え上げてるっていう噂を耳にしましたけど、はい、当時は、ほんとシックスパックでした。今はちょうどよく縦に割れてるくらいなんですけど、縦線が入った。何がちょうどいいかは僕には分からないんですけど、バッキバキのチョコレートみたいな体ではないです ね、 それがね、こう好きな方とね、はい、いろいろいると思うんですけど。好みは自由ですね。自由ですね、はい、それはもかなりもう、はい、昔っていうか、まあ若いんで、あれですけど、高校時代とかその10代から体を筋トレとか鍛えてたんですか。もともとクラシックバレエを13年くらい高校卒業までやってまして、でその間にちょっと水泳も経験があって、スイミングスクールのメドレー選手になるまで選ばれてたりとかで、結構そのもともと小さい頃から体を動かすことが大好きだったんですよ。で筋トレするきっかけが20歳の時にちょっと体を壊してしまって、健康って改めて大事だなってその時に思ったんですよ。二十歳で思ったんですね。どんな体の壊し方をしたのかよく、まあ、そこは突っ込まないですけど、健康に目覚めた二十歳。そうなんです。そこからちょっとジムに通ってみて、そしたらそのジムの方にこういう大会があるけど出てみないかって言われて、それをきっかけに出るようになったんですよ。でもそこからがもう結構過酷な生活してました。もう減量、ボクサーじゃないんだから。そうなんですか。もう豆腐を崩して玄米ともち麦のご飯の上に乗っけて、そこに出汁をかけて無理やり流し込むみたいなこともやってましたし、本当にもうリアルにささみだけだったりとか、それはブロッコリーとか、要はそのベストボディとかの大会で、大会のためにはそうやって減量してっていう、はい、生活があったわけですね。はい、でもそれでこのいろんな大会でこう活躍されて、現在は今年はね、アグラーズアイドルでもうほぼ 100% と思いますけど、うん、やっぱりトレーニングって続けられてるんですか。トレーニングは続けてて、最近トレーニングが昔やってたような例えばベンチプレスとか、そういうベンチプレスとかね。ベンチプレスやってたんですか。ベンチプレスやってました。ゴリゴリのもうバーベル持ってすごい筋肉使ってましたし、でも今は逆にちっちゃいダンベルを持って、ジギングをしてるかのようにこう
ジギングってすごい腕の筋肉使うんですよ。三頭筋とか、はいはい、いや僕もね、あのね、あの女性ではないんですけど、はい、あの釣りのためにあのトレーニングジムに通ってる人っていうのはいるんですよね世の中ね。いっぱいいると思いますよ、だからね、あの釣りも最後は体力だというところがあるんでしょうね、はい、全然筋トレが続かなくてなんかどうしたらいいんでしょうね。筋トレは、やっぱこうモチベーションが一番大事だと思うんですよ。なるほど、はいはい、その何かこのためにがないと筋トレのために筋トレは続かないですよね。そうですね、そこがやっぱ俺が何十年やってもダメなのそういうことですね。例えばそのトレーニング後の大福のために頑張るとかでも全然、ちょっとこうご褒美があったら、あの プチご褒美でもいいわけね、はい、その日のご褒美とか、はい、しかも大福って、うん、あのまあ、筋トレしてる人からすればあのカーボって言って炭水化物の塊、あーそうですよね、カーボと糖質、うんうんうん、もう自分のエネルギーの塊なんですよ。お餅とね、あんことね、はい、はいはいはい、なのでこうトレーニング後ってすごいそういうエネルギーがもう体の中からなくなっている状態なんで、うん、逆にそういうのを入れて一緒にあのプロテインだったり、はあ、そのアミノ酸を、大福とプロテインとアミノ酸と、はい、とかいろいろ入れた方がいいんですよ。なんでご褒美をそういうものにして、うん、一緒にトレーニングやったら結構続く気がします。いや勉強になるな釣りのことでも今日勉強したけど筋トレでも勉強しちゃいましたよね、はあ、あとあれですね、僕おかしかったのね、なんだろうな、あの、はい、いや筋トレもして釣りアウトドアとかって好きなんだけど、うん、あのゲームも好き でここにね、はい、アウトドアとインドアのバランスを取れるように心がけていますって面白いですよね。これ私のコメントですですよね、はい、そういうこと意識するもんですか。なんかこうもともとすごいゲームも大好きでだったのと、あと小さい頃から絵を描くのがすごく好きで、ね、素晴らしいですよね。これちょっとなんかもうその絵のことで一個後悔してることがあるんですよ、はい、あの高校生の時に授業で適当に描いた絵が先生がこうなんかどうせ私は適当に描いたから賞とかなんないだろうって思って先生がそれを出してたんですよ、うん、そしたらまさかの銀賞みたいなのを取ってしまってそれが一生名前が残ってるっていうのがものすごく恥ずかしくて。そうですか、それって力抜いたからよかったんじゃないですか。いやもうせっかくだったらもうゴリゴリに描きたかったですね。あ頑張り屋さんですね。いやお力の抜きどころがもうじゃあ今度あのアングラーズアイドルの経験を生かしながら、はい、あの何かそこをこう自分の絵で表現するみたいな、あなんかねあの写真撮られ術もありましたけど、うんうん、そういうこうつながりもいいかなと思いますけどね、はいはい、絵だったらちょっと前にあの聞いたお話が、ええ、どこかの美術の先生が、うんあのまあ、教え子の方ですかね、うん、教え子の子供たちに、うん、最初に想像で魚を描いてくださいって言って、あ何も見ずにね、見ずに、はいはい、その自分のさ、うん、思う魚を描いてってことで描いたらしいんですよ、うん、でその後にヘラブナで船を釣って、うん、その魚を解剖してみたいな、なんか解剖学かなんか、うん、そういう授業だったんだと思うんですけど、はいはい、あの自分が釣る前と釣った後じゃ全然その子供たちが描いてる魚の絵が違ったそうなんですよ。生き生きしてるみたいな。私もその自分のそういう絵の経験といいますか、うんうん、特技を生かして、うん、そういうこともやりたいなっていうのを最近思ってます。 あれですよ、モデルやって釣りやってアングラーズアイドルで絵も描けるっていうね、はい、これねいないもうねいけますこれでいけますかね、生きていけると思います、はい、こんな感じでしょうか、ということでですね、はい、あの盛りだくさんなんですけどそろそろお時間ということで あっという間ですね、まあ、続きはまた来週ということであのお聞きしたいと思います、はい、ということで本日は10代目アングラーズアイドル松尾千佳子さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。はい、また来週。今日のアウトドアのフィッシングはいかがでしたでしょうか。今日の放送は放送後の翌週に YouTube のアウトドア&フィッシングチャンネルでもお聞きいただけます。こちらでは時間の都合で泣く泣くカットしてしまった未公開部分、そして第1回からのゲストのトークも
アーカイブで聞けますので、ぜひご覧ください。ここでリスナープレゼントのお知らせです。アウトドア&フィッシングや富士工業のロゴのオリジナルステッカーシートと富士タックルプラスノートをセットで毎週3名様にプレゼントいたします。 K-MIX 公式サイトの番組表にあるアウトドア&フィッシングのメッセージフォームから住所、氏名、電話番号を明記の上、オリジナルのステッカーシートとノート希望と書いて送ってください。その時にですね、番組の感想なども書いていただけると嬉しいです。皆様からのご応募お待ちしております。さて、来週もアウトドアや釣りの楽しみを皆さんと共有したいと思います。それではまた来週。パーソナリティは工藤英二でした。アウトドア&フィッシング、この番組は釣り人の夢を形に、富士工業がお送りしました。